です。皆さんどうもこんにちは。福岡を拠点に活動しているメンズアイドルグループパラディンの太一です。よろしくお願いします。動画をご覧の皆さん、2022年元気にお過ごしでしょうか。僕たちパラディンはもちろん元気に過ごしていますし、2022年を迎えてありがたいことにですね、先日僕たちのファーストミニアルバムスパークラーズという CD をリリースすることができました。こちらですね、本当に嬉しく思っております。こういう状況下でいろいろな制限をされていますが、2022年、僕たちの活動3年目を迎えて少しずつ前進できているんじゃないかなと思っております。2022年の目標はですね、今までの時間で貯めてきた力を、動画をご覧の皆さん、そして僕たちパラディン、応援してくれているファンのみんなのためにですね、もう発散していこうかなと。それに伴って目標動員数100人のワンマンライブを開催したいなと思っております。今ですね、またオミクロンが日本、福岡、全世界で拡大してきてますので、ちょっとそれが落ち着いたら僕たちの行動、活動で少しでも皆さんに幸せとかパワーを届けられたらなと思うので、応援よろしくお願いします。手洗い、うがい、マスクの着用、感染対策をしっかりしてですね、2022年も健康に過ごしていきましょう。最後に YouTube の方で僕たちパラディンの代表曲「線香花火」という曲の MV を公開しております。この曲はすごい爽やかな恋愛ソングになっているので、 MV を見てもらって皆さんの心が少しでも明るくなればなと思うので、ぜひチェックお願いします。2022年も皆さんの幸せを願っております。また会いましょう。パラディンの太一でした。またねー。